江戸前寿司を現代風にアレンジしまして、ネオ江戸前寿司を目指しています。4年連続ミシュランガイド一つ星、進化の止まらない寿司がコンセプト、六本木の名店寿司遊尾崎さん。3人の超一流寿司職人がそれぞれ10点満点で採点。果たして地域の良さが特徴。食感もいいですね。食べやすかったですね。美味しいよな。誰でも食べて美味しい感じがあって。万人万人受けで。そして6位は。うまいこれ。うまいですね。全然うまいもないし。これうまいですね。うま。さっぱり食べれます。うん、子供も絶対好きだし、ね、もっと人気出てもいいと思います、うん、本当に。それではいよいよトップ5、まず第5位は定番の寿司ネタに一手間加えたあれがランクイン。つけだれにみりんみたいなのが入ってる。なんかあれそれによってこう溶いた旨味が凝縮されるというか、これらの特製つけだれ、特製の甘めのつけだれを漬け込んだこのマグロは4年連続ミシュラン一つ星の尾崎さんは好分析。つけてるタレが味が良かったですね、うん、甘みも増して、うん、はい、この金額なら来たら絶対食べた方がいいんじゃないかって感じですね、うん、この次しかしこんな指摘は多少は水っぽいものが残るんで、うんうん、僕なら一回切ったやつをさらにペーパーで脱水して漬けだれをもっと吸収させる。その多分その一手間でもっと味が入ると思う。多分もっと旨味が増すと思う。続いて第4位は、採算が取れているのか不安になることのネタ。どうせなら食べ比べしてもらって、さっきの漬けもそうですけど、同じマグロでもこんなに違う。食べ比べできるの良さそう。うん、まあ、絶対食べるかと。これも定番ですね。鉄板です。半分の量で100円でもいいんじゃない。でも別にそれでも文句言わない。全然文句言わないです。いや見た目がめっちゃ美味しそう。すさまじく、あんなすごいの食べてるよ。美味しいの。サイドメニューとして考えると、メインで考えるといいかもしれない。ラーメンの食べ方は味噌汁よりも好きかもしれない。なるほど。なるほど。スープが美味しかった。あんまり言わんかったや。見た目。見た目。バターよ、バター。バターで行くんで。第1位は、塩ラーメン418円。いやー。出汁良かったですね。出汁がやっぱり僕らやっぱりこういろいろね、出汁使うんで、本当なんかラーメン得意な方がいらっしゃるって言ったんで、その人のそのすごい頑張りだと思います。ここまでこう旨味を上げてるんで。ラーメンお昼食べて何人890円こっちのラーメン食べてちょっと寿司も食えるんじゃないですか。そうやかかっちゃうね。